浜松町バスターミナル浜松町バスターミナルがある世界貿易センタービル世界貿易センタービル本館2階にあるバスターミナル入口1番乗り場側待合室地図浜松町バスターミナルは東京都港区浜松町の世界貿易センタービル別館1階にあったバスターミナルである世界貿易センタービル本館2階とつながっており そこから JR 東日本及び東京モノレールの浜松町駅、都営地下鉄大江戸線、浅草線の大門駅と直結していた。京成バス、京浜急行バス、東北急行バスを中心とした高速バスやハトバスの定期観光バス等が発着する。またパッケージツアーの集合、出発場所としても用いられることが多い。なお、 浜松町二丁目四地区映画区開発計画により、2020年9月30日をもって営業終了が決定した。かつては、お台場方面への都営バス201系統も乗り入れていたが、2013年3月31日をもって廃止、キロメートルフラワーバスにとって変わられたが、こちらも2017年5月31日をもって廃止となった。 夏季の便は、全便、2020年9月15日をもって、乗り入れを終了し、東京駅八重口発着に変更。詳細は、浜松町駅駅周辺を参照のこと。浜松町バスターミナル営業終了のお知らせ。世界貿易センタービルディング。2020年7月28日閲覧。シャトルバス運休のお知らせ。インターコンチネンタル、東京米。 2020年9月30日閲覧シャトルバスのご案内ありがとうございます。